第1回花王花王です、はい、何ですかそれは。今回はですね、名だたる花たちがここに集まってくれました。いろんなジャンルの花で今回対決していただいて、花チャンピオンを決めたいわけなんですけど、花王を決めた、花王ですね。さまざまな花に関するクイズを出して、それに失敗してしまったら花フックに重りを乗せられて、どん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 花がこう吊り上がっていってしまいます。最終的に重さに耐えれなくなった人はギブアップ、最後に残った人が花王というわけでございます。もう早速やっていきましょうか。それでは花フックの方ちょっとセットよろしくお願いします。花フック装着。りょうくんの花フックとか事務所的にギリギリだよこれ。そうですね、ほんと怒られかねます。大丈夫だから。すいません、一問目いきましょう。問題です。立つのは腹、踊るのは胸、では高いのは何。これはちょっといきなり難しいんじゃないですか。しかし花道の具現者としてはね、やっぱりこの問題はね答えていただきたいと思います。一斉にいきましょうか、はい、せーの、ドン。正解です。正解。というわけで今回は重りはなしということで、はい、舐めやがって。次は対決でございます。花という文字がつく単語を山手線ゲームで順番に言ってもらって、失敗した人が負けでございます。僕の合図についていてくださいね。はい、それでは両から始まる。イエーイ、花の手線ゲーム。イエーイ。鼻水、鼻毛、鼻くそ、鼻血、鼻な。いや、鼻な。鼻血を言いたかった。というわけで、ゆめまるさんに大盛りを一つ。はい、一つ追加したと思います。それでは行きまーす。あー、入れ方、入れ方はね、ちょっと痛かったよ。一個でいい、これだよ。次の問題です、こちら。誰だよ。はい、誰の鼻。お答えください。クイズフリップに書いてください。間違えた人はみんな罰ゲームでございます。これ使いましたよって言ったら、ああ別にいいっすよって言います。うん、今結構分かったんじゃないかな今の。うん、じゃあ皆さん出揃いましたでしょうか。はい、じゃあイメンバラさんの方から順番にどうぞ。マホトくん言ったらいいよって言いそうだ。あ、マホちゃん鼻きれいなんだよ。あら、待って言っちゃったじゃあ鼻汚いってこと。違う、それはいいじゃない。で、りょうくん。ヒカキンさん。ああ、僕もヒカキンさんですね。ああ、なるほど。潜在写真の角度こんなんじゃなかった。そうそう、ね、これはそれで思った。めっちゃこの角度こじゃってね。ああ、この角度。ああ、見覚えあるでしょう。見たことある。残念、全員正解。難しいよ。よいしょよいしょよいしょ。えっく、これうわ、夢丸1キロですね。1キロ早く早く、はい、本当に早く行こう。行きましょう。ちょっと待って、本当にやばいよ。笑わせんな。はい、じゃあ皆さん聞いて。ことわざ問題です。卵に目鼻、さてどういう意味でしょうか。は、早起きください。どうぞ。一番遠い人だけが罰ゲームですね。としみつさんが行きましょうか。はい、ありえないこと。お前丸顔だな。生まれる前にこの顔がわかる。答えは可愛らしい顔だし。ないだです。顔系ですからね。ふざけんなよ。ありえないこと。としみつ追加。ふざけんなよ。追加。一本入ってる、はい、こちら両と二本入ってる夢丸ですね。はい、いや、もうギブアップ出てもおかしくないですよ。はい、次はこの状況ですが、集中力が必要となる勝負でございます。よく聞いててください。良き話し相手だった花ちゃんと橘は、はい、来月離れ離れになってしまう。もう会えないと花から諦める橘に、花ちゃんが放った言葉とは。華々しい最終回放送は今月の初っ端という今のドラマの次回僕に、花もしくはバナという言葉が何回入ってるでしょうか。遠い人が罰ゲームでございます。いったぞ俺は。はい、行きます。はい、なんと23 16 11。おー、ニアピンがいますね。なんと今回正解12。しゃー、もう点数一番近い20まで追加。おい、はい、どうぞ。いってー。今度は体を作ってもらいます。はい、ティッシュ飛ばしです。はい、鼻でティッシュを飛ばしてもらった飛距離で勝負していただきたいと思います。何言ってんの。なんで意味はわかるでしょ。それでは、夢丸からいっていただきましょう。どうぞ。おお、結構飛んだ。笑かせて、笑かせて、笑かせて。いきます。どうぞ。笑かせないで、笑かせないで。さあ、これを超えれば、都市に罰ゲーム逃れますよ。行くぞ。どうぞ。確かに。あー、どうだ。やった。量が罰ゲームです。2本目追加。あ、怖い怖い怖い、優しくなりましょう。いって。
もうどんどん行きましょう。目は4、鼻は9、口は3、この場合耳はいくつ？よしみさんどうぞ。2。バカめ4なんだよこれは。6。全員正解。あーなんで？一番遠いのはとしみつです。よし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 。じゃあ正解発表の方、これは目は C、これは C、 読みたい視覚、鼻は9、嗅覚、口は3、味覚で耳なので聴覚ですね。答えは聴。聴。よいしょ。次いきますよ。次は匂い当てクイズでございます。はい、正解はですね、皆さんこちらでございます。はいはい、じゃあまずゆめまるから。はい、かいで。はい、うえーっ。うわ、ありがとう。じゃあ正解など言っていただきましょう。はい、せーの、クリスキー。正解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 ですね。よっしゃー、よっしゃー。もうダメでしょ。俺まだいけるな、これ。なんで？結構激戦だなこれ。鼻に関わる漢字です。鼻辺というあの珍しい部首があるんですけど、いびき書いてください。鼻に息でいびき。鼻にケツでいびき。いや鼻三つで。鼻三つないこれ。鼻三つないこれ。全員正解。おい。ダメ。鼻に干すという字です。うわーダメ。夢丸追加。リオ追加。鼻に。追加。いや俺の鼻切ろ。おりゃ。サイヤ人で。最後の問題です。はい。この鼻の名前は何ですか。一番近かった人は優勝で、その人の持ってた重りを他の二人に全部移行しましょう。では、ゆめまるさんがどうぞ。水蓮か。りょうくん。ゆり。スミス。水仙。答えは、水仙です。おー！大正解のシリーズ初代花王です。おめでとう。よいしょ。あー！鼻があるぞ。でも次は2人には重みを利用していただきます。待て待て待て。あーいや、すごっ。チャンピオン、最後に一言お願いします。鼻王への道はそう甘くはないぞ。あれ。皆さん、鼻には十分注意して鼻勝負をしてください。良い鼻生活を。